どうもダブチャンネルのたけしさんです。はい、こんにちは。はい、今日はね、久しぶりにね、うちのナビちゃんの本ね、本体の方、はい、こちら、いってでーん、久しぶりにお店開けます。8月の4日から8月26日までずーっとあのイベント出店だなんだいろいろこっちこっちあるって休みだったんで、久しぶりのお店のオープンでございます。久しぶりだよ、おめえラーメンの作り方忘れちゃってんじゃねえの俺とりあえずあのスープの方は作ったんで、今日あの長いお店の休み、久しぶりにあのお店開けますんで、頑張ってお掃除とかしたいと思います。はい、あよー、じゃね、はい、私ね、久しぶりのお店の出店準備のおすすめで、はい、けんちゃんは今日もなんか磨きしてます。はい、おはようございますおはようございますあ、疲れたな。はい、休み明けで体だるいんだけどね。え、はい、な、とりあえずな頑張って今日も仕事すっぺ。はい、疲れた休み明けは疲れたな体がな。はい、じゃあ俺も頑張るんで金ちゃんも頑張ってください。わかりました。金ちゃんも今日仕事してるようなんで、私店に戻ります。はいはい、じゃあね、はい、ママちゃん一生懸命掃き掃除とねモップかけをしてくれて、なんとかね、はい、店オープンできる形になりました。はい、お疲れ様でした。はい、2時間じゃ終わんねやったな。あ、朝2時間じゃ終わんねやった。2時間くらい前から一応掃き掃除とかしてみたいなんですけど、もうギリギリでございます。昨日もやったんだな。実は昨日もさらっとやって、あの今日朝モップ掛けとかすっかってたけど、やっぱりねもう1ヶ月もね店休んでるとね結構汚れが溜まってたもんで、苦労してやりました。はい、腹減ったんでちょっとあのコンビニ行ってご飯買ってきます。もうすぐのやだ今。はいはいよー、じゃあ平気ちゃんなんだあれ、はい、カメラ回しやがったみたいな顔してますだめ、久しぶりに2歳だと思ったっけ。今日もチキンカツが、はい、海、はい、か、うん、え、俺作ったんじゃねえかね、お兄ちゃんだ。はい、いや久しぶりにな店開けたけどよ、はい、ちゃんとあの待っててくれるお客様もいて、ちょぼちょぼ来てくっちゃうのみんなな、はい、いいだよな。いました、はい、ありがたいですいやほんとラーメンの作りだ忘れちゃった俺もよトッピングはめ卵とか忘っちかんのしょうがないしょうがないな、はい、1ヶ月のブランカーでかい、でかいです。あと、はい、えなんだ、しょうがないしょうがないな、金、はい、ちゃんご飯食い終わったらあと金ちゃんと何か作業しますんでじゃあまた、はい、ゆっくり食い、あ、おー、じゃあね、はい、金ちゃんご飯食ったな。はい、腹いっぺんなったか。わかりました。うん、はい、なんだ。なんすか。え？はい。何だ。わかりました。今から何すんだ。何すか。はい。キャタツイナ起こす。キャタ。いいね、はい。いいこと言うね。え？はい、よう、ケンちゃん久しぶり。なんか小石かでね。あ、小石かで。小石か入ってない。あ、そうだ。じゃあ俺のこと取れ。え、俺スピッパ？あ、それだぜ。はい。よう、ケンちゃん久しぶり。いいこと言うね。なんだ、人のネタパクってたの、はい、最近流行りのな。流行りの。あ、バン中村のネタな。ところで今日は、ケンちゃんのな、ここさな、看板つけかと思ってな。あ、はい。あ、だよ、キャダズ登れ。キャダズ出してこいよ。あ、あるか。だ。はい、じゃあ、ケンちゃんにちょっとキャダズ持ってきてもらって、あの金ちゃんのね磨きの看板の方ね取り付けしたいと思います。へえ、なんだか体が重いな、太ってるだけの重さじゃねえなこりゃ。はい、え、重い。はい、知ってます。知ってんのか、はい、なおめえこの野郎おめえなんだおめえ、 A って形になったぞ、 A 形だぞ A まあ、とりあえずそれを持って、はい、ああ、ちっちゃいじゃねえの今度来たら。大丈夫かおめえ、大丈夫か、降りたぜ、降りからおめえっておめえわざとやってっぺおめえとりあえずケンちゃんとね、はい、方向の方に看板の方を設置したいと思いますんで、ち
と今段取りしたらまたカメラ回します。はい、見てなんだ、あいよーあいよあいよじゃね、今ちょっとね、はい、こちら看板ね、看板の方つける気したんだけど、ちょっとね、ピースさんの番号はあるんだけど、ケンちゃんの番号がなかったんで、あ、ちょっと看板屋さんに来て、ここのね、電話番号と加工しようと思って、な。はい。てことで、今日は看板取り付け作業中止だ。はい。看板屋さんに加工してもらってから、はっぺ。はい。じゃあ、とりあえず看板、こう、お願いして、あとなんか別なことします。はい、まだ。いやいや、じゃあね、看板屋さん近くなんでね、歩いてきちゃったな。歩いてきちゃった。どうするわ、ね、今日やるはずの仕事なくなっちゃったぞ、ね。どうする、どうしますか。昼寝すか。はい、俺はちょうど店休憩時間で今、ケンちゃんとやろうとしたんで、ね、ちょっと空いちゃったな、時間な。はい、空いてますか。疲れたから、はい、じゃあちょっと空いた、はい、ね、インターバルとか。インターバル。ああ、じゃあそうっすか。ちょっとね、ちょっと倉庫に戻って金ちゃんとまったりします。じゃあね、はい、倉庫に戻ってまいりました。金ちゃん帰ってきたな。はい。何撮ってんだ。え？何撮ってんだ。いや撮ってないです。え？おめえ俺のことおめえ撮って、お兄ちゃんと俺のこと撮って、おめえいつもなんか流してっぺ勝手に。流してる。何出してんだおめえ。インスタで何盗撮シリーズ、ケンちゃんの盗撮シリーズのインスタやってんだな。ケンちゃんの何で探せば出てくるんだ、ケンちゃんのインスタ。佐藤健一。佐藤健一。それやない、漢字で入ってるのか、ひらがな。それは、漢字で入ってる。佐藤健一、はい、佐藤は佐藤、佐藤は佐藤、健康大事の健一。健一。佐藤健康大事でのインスタを調べると盗撮、はい、すげえアイコンで入ってる。なんか金ちゃんが俺とうちのお兄ちゃんの盗撮シリーズをインスタになんかしょっちゅう載っけてて、最近な。え、それでおめえ登録稼いでっぺ。おめえ登録ですか。うん、まあ、その盗撮シリーズやったら3件か4件フォロー。3件増えた。3件増えた。だそうです。気になる方は見てください。盗撮シリーズ。盗撮シリーズ。これからもパンパン盗撮します。あ、そうです。特に佐藤ちゃんは気づかないから。だな。遠くの方で、こうやって遠くを見つめている佐藤ちゃんとか。はい、暇でやっことないとこんなことばっかりやってます。まあね、本日で、ね、久しぶりに店をオープンして、で、まあ、お客様ね、来ていただいたんでありがたかったですけど、ケンちゃんの時間いた時間ね、今休憩時間に看板くっつける気したっけさ、ちょっとな、電話番号足りなかったかな、ケンのな。はい、今看板屋さんに電話番号頼んだんで。あとは言ったな、ちょっとゆっくりすっぺ。はい、まあ本日は連休明け、はい、ナビちゃん無事にお店開店できました。ケンちゃんもなんか仕事をしてました。してました。まだ皆さんも応援よろしくお願いします。すごい動画だな、覚えて。すごい動画だ。すごいっすよ。ああ、やばいっすよ。ただのドキュメントリーだもん。あと何だっけ、ケンちゃん、佐藤健一ね、漢字で佐藤健一で、インスタやってますんで、見てみてください。盗撮シリーズ、よろしくお願いします。ストーリーだよ、消えちゃってる。消えちゃってるの。消えちゃってる。なんだよ、めん。じゃあ、お早めに。じゃあ、そういうことでまた皆さん会いましょう。はい。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。どんどん盗撮しろ。アイコンこれですか。何これ、アイコン、アイコンこれ。やべえ。バッグが。バイバイ。